どうも、時田信です。皆様、お久しぶりです。先週ですね、僕はコロナにかかりまして、熱が 39.4 度まで上がりました。先々週の土曜日ですかね、熱が出て、39.4 度の熱が出ました。2日間熱が出てて、3日目の月曜日にはほぼ熱は下がって、まだ完全にっていうところまではいかなかったんですが、回復はしてきてました。で、そこでですね、うちのちびちゃんがですね、今度高熱が出まして、38.4 度とかぐらいまで上がりまして、家でね、コロナの検査をしたわけなんですけど、そしたら完全なる陽性でですね、これ完全にコロナだなという判断で、月曜午後から1週間ほぼ外というか、しばらく体調回復するまでは安静にしている中ですね、今度水曜日にですね、うちのママさんが熱が出まして、熱を測ったら 38.4 度、そして翌日39度近くまで行ったんです。とりあえず3人コロナにかかったということで、うちのママさんがかかった頃には僕はですね、ほぼ回復というところで、うちのちびちゃんもほぼ回復に向かっていました。で、うちのママさんも外出を控えて、やっとですね、本日復帰いたしました。外に出るのもね、やっと復帰できたという感じで、今迎えてるわけです。いや、長かったです。ほんとね、長くて長くて大変だったんですが、まあ、コロナになるかなったっていうのは僕は初めてだったので、とね、陽性反応が出た時はちょっとどうなるかなと思ったんですが、僕がですね、一番熱が出まして、あと2人はですね、38度台で収まったんで、熱だけでね、3人とも重くはなかったので、まあそれはそれで、まあなったのはなったんですが軽かったので、まあそれはそれで良かったかなと思います。まあ今後もね、まあどうなるかわからないので、またかかる可能性もあるし、なのでその確率っていうのはどうかわからないんですが、今後も気をつけていきたいと思います。今回のお話は久しぶりの動画なんですが、まあ僕含め家族全員がコロナになったというお話でした。それではまた。